まずは新型コロナの感染状況です。滋賀県は今日新たに842人の感染が確認されたと発表しました。先週の日曜日よりおよそ50人増えています。次です。来月のひな祭りを前に、東近江市の大凧会館でいつもとはちょっと違うおひな様に出会えるイベントが開かれています。検温を呼びかけるおひな様に、三人官女が女子会。東近江大凧会館では毎年ひな祭りに合わせてひな人形のタコを展示していますが、今年は福寄せひなが県内で初めて登場しました。福寄せひなとは、さまざまな事情で家庭で飾ることができなくなり、手放さなければいけなかったおひな様を有効に活用しようと名古屋市から始まったものです。日常生活をするおひな様がコンセプトで、大凧会館のスタッフの仕事を手伝っているおひな様もいます。見ているとついつい笑ってしまうおひな様たち。東近江大凧会館の笑顔と福を呼ぶ福寄せひなは、来月21日まで展示されています。長浜市の池には、見た目がパンダのような渡り鳥が飛来し、人気を集めています。長浜市池奥町にある西池、さまざまな種類のカモに混じって目を引くのが、白い体に目の周りが黒いミコアイサです。体長およそ40センチのカモ科の水鳥ですが、パンダに似たその姿からパンダガモの愛称で親しまれています。湖北野鳥センターによりますと、長浜市には例年越冬のため11月下旬頃から飛来してくるということです。白黒のパンダ姿はオスで、求愛のこの時期だけの色。オスの白黒と比べてメスは茶色い顔なので、レッサーパンダとも呼ばれるということです。今朝はオスがメスをエスコートするかのように仲睦まじく泳いでいる姿が見られました。パンダガモミコアイサは例年3月上旬頃には旅立っていくということです。